ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は現在 Apple がコバルトを買い漁ろうとしている理由についてご紹介したいと思います。そもそもコバルトというのはレアメタルの一つで、これの主な用途としてはリチウムイオン電池の材料です。ですので Apple は直接コバルトは必要なく、本来はバッテリーメーカーが必要とするものなんですが、リチウムイオン電池は電気自動車にも搭載されるため、現在自動車メーカーがコバルトを買い集めているため非常に入手しづらくなっています。そうなると iPhone をはじめ iPad や MacBook などに搭載するリチウムイオン電池が入手できなくなってしまいますので、バッテリーメーカーではありませんが Apple が自身でコバルトを買おうという動きが出ています。ということで、現在 Apple がコバルトを買い漁ろうとしている理由としては、世界的なコバルトの供給不足により、それを使ったリチウムイオン電池が入手できなくなるのを防ぐためです。リチウムイオン電池に限らず、コバルトのようなレアメタルを使った製品に関して、レアメタルを使わない製造方法などが現在研究されていますが、リチウムイオン電池については当面はコバルトが必要になりますので、今後も世界的なコバルトの争奪戦は続くのではないかと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。